軽いんで一瞬のスピードも出やすいし、試合に出てパッと見てスパイクで見つけてくれたらパスも来やすいと思うんですし、ファーストタッチでスピードに乗ることが今重要だと思うんで、自分の中でそこの一瞬のキレっていうのが大切なんで。やっぱりマキリアルのカラーリングとかすごい奇抜なデザインだと思うし、すごい目立つカラーが多いんですけど、まあ、今回はまたすごい目立つ色で、試合に出てパッと見てすぐ原口だなって分かるデザインなんで、まあ、僕が持ってチーム全体のスピードを上げられたらいいのかなって思います。やっぱりファーストタッチでスピードに乗ることが今重要だと思うんで、一瞬のスピードも出やすいし、軽いんで一瞬の足の運びというのはすごいスムーズにできると思うし、クイックネスの時にずれないし、ボールタッチのスピードが上がるんで、自分の中でそこの一瞬のキレっていうのが大切なんで、そこで役立ってくれているんじゃないかなと思います。僕左サイドでプレーしてるんですけど、右足のアウトサイドでコントロールするとなかなかスピード乗りにくいんですけど、左足のインサイドでコントロールするとすごいスピードに乗りやすいんで、そこは意識して左でコントロールしようとします。そのファーストタッチの使い分けはすごい生命線だと思うし、そこがなくなったら本当に相手をかわせないと思うんで、ドリブルに入った時の一瞬のスピードとかあると思うんで、ドリブラーにはすごい持ってこいのスパイクなのかなって思います。